辛いこと楽しいこと、いろんなことすべてをマイナスをプラスに変えて表現して、そして今この場にいる皆さんを笑顔にできるような、そんな素敵な声優さんになりたいと思っています。まず最初、普通のお話しされてるお声も、姿も素敵だなと思いました。演じられてる時もすごくこうエネルギーを感じられて、なんかこうストーンと飛んでくるようなパワーを感じられたので、とても、素晴らしかったなと思います。ありがとうございます。ねぶたは青森で、私はこのステージでねぶたにも負けないぐらい迫力を持って、このグランツリー全部に届くような演技を見せたいと思います。そんな私にとってもきっと皆さんにとっても大切で温かい場所を、大好きなお芝居を通してさらに盛り上げていけるように頑張ります。まず滑舌がねすごくいいなと思いましたし、こう一音一音しっかりとね、はっきりとキャラクターに合わせた声でね演技してくれていました。リズムの作り方もすごいお上手でしたね。すごい良かったなと思いました。でも諦められなくて、今日ここの舞台に立つことができました。今日こんなにいっぱいの人の前で演じることができてとても嬉しいです。声優さんの声を聞いてすごい癒されて、頑張ろうって気持ちになれたので、同じように、私もそうやって誰かのためになれたらいいなって思っております。自己 PR の時は本当に緊張してると思えないくらいおしとやかで、すごい美しいお姉さんだなと思って見てたんですけど、演技の時に本当に子供に切り替わって、愛らしさだったりとかはっちゃけ感っていうのが出てて、すごい素敵だなというふうに思いました。ありがとうございます。ドリーム声優オーディション2023グランツリー武蔵小杉グランプリは、エントリーナンバー3番勝又さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。エントリーナンバー3番勝又さん、見事グランプリ受賞です。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。見てる時からとても素敵なお芝居だなと思っていたので、本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まさかグランプリ取れると思ってなかったので、すごく嬉しいです。本当にありがとうございます。おめでとうございます。グランプリの勝又さんです。改めて拍手をお願いいたします。おめでとうございます。